はい、峰島さんです。北海道のゴルフなんですけど、馬の前で北海道クラシックっていうね、東京クラシックとかなんかそういういいとこなんですよ。いいとこの系列のゴルフ場なんですけど、その馬の前でこの説明を取ったんですけど、なぜか早送りにこの辺出るかな、思うんだけど、早送りになってしまったんで、その説明をちょっとしようかなと思います。今回はゴルフの企画なんですけど、ショートホールっていうのがあるんですよ。ショートホールっていうのは、最初の1回で届くんですよ。そのグリーンって言って、こう、パターをやるとこに1回届くんですよ。で、それが全部で4つあるんですね、普通のゴルフ場っていうのは。で、その4つで、1回でそこに落ちたら僕の勝ち。で、そこに落ちなかった。まあ、要は乗らないってことですね。そこに乗らなかったら、リスナーさんの勝ちという勝負をしようかなと。4番勝負ですね。4番勝負をしようかなと思うんですよ。で、一回負けるごとに何か一つプレゼントしようという企画ですね。なので、ちょっとその4番勝負を見ていただければいいのかなと思いますんで、ぜひぜひちょっと見てみてください。よ。札幌来ます。マオンチャレンジ1回目です。バンカーでーす。バンカー札幌来ます。行きます。あー、バンカー。おう失敗失敗です。札幌来ます。3回目札幌来ます。最後のワンオンチャレンジ。微妙に乗らねえ。乗った？微妙に乗らねえやつ。乗ってるかもしれない。乗ってるかもしれない。乗ってるかもしれない。ギリ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 。なんだこれ。ギリ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 。アウト。これの、こっち側だったらセーフで、こっち側はアウトだ。ほら、ミネちゃん聞いてるよ。あ、パターで。あ、セーフ。あ、セーフなのって。パターでいける。いや、セーフだ。いや、許してくれてるだけです。よし、ちょっと後ろ空いてるぜ。後ろ空いてるぜ。うい。ですね、ということでゴルフの4番勝負、今回は私の4連敗ということで、まあキャリーさんいいって言ったんですけど、あれはダメですね、中に入ったらということでですね、今回4点のプレゼントを用意しました。ね、まず靴が2つと、あと残念賞みたいなのもあるんで、まず残念賞からいきましょうか。ちょっとよくわかんない箱、よくわかんない箱が1個と、これは残念賞だと思う。僕が使ったパンツ。でもね、これトミーフィルフィガーとアルマーニ、あと何のブランドもない麦のものです。ちょっと残念賞ですね、これは。残念賞で、あとちょっといいやつ、リーガルの靴、27cm ですね、27cm のリーガルの靴と、これ一番いいです、トッツですね、トッツ、トッツの靴。リーガルの靴が多分これ2万いかないぐらい、1万5000とか2万いかないぐらい。トッツは安くても5万します。多分これ5万でしか聞かないと思いますね。10何万ぐらいかなっていうイメージだと思います、このトッツの靴は。なので今度は4点、用意しましたんで、まあこんな感じですかね、こんな感じですかね。4点用意しましたんで、ぜひですね、このトッツの靴を当ててほしいなと思います。で、ぶっちゃけね、これこの後ろの開いてるじゃないですか、ここ。これなんで履いてるかっていうと、ちょっとね、見てもらうとわかるんですけど、ここなんかいろいろ置いてあるんですよ。置いてあって、閉められないんですね。なので、この置いてあるものもどんどん捨ててると、実はしてたりとかしますが、ちょっと、ごめんね。なので、ここが閉まるようになってほしいなっていうのが一つあったりとかして、あと、ここにあるね、クローゼットにある服とかも結構高いのあるんですよ。ドルガバとかね、アルマーニとか、いろいろあるんですね。なので、そういうのも、まんま、今後、プレゼントしてきますんで、まあ、今回4人なんで、当たる確率はあると思いますけれども、残念賞っていうのもあると思うんで、ちょっと、ね、楽しみ半分。まあ、必ず僕、これに、峰島社長って入れてですね、サインは、
全員にお付けしますんで、それはいいのかなと思いますけれども、よくわかんないテルトもしていきますんで、またね、ゴルフでこれ評判良かったらまた4番勝負やりたいなと思いますんで、皆さんまた見てくださいね。それではまた。じゃあね。